皆さん、こんにちは。日本人兵庫県民神戸市民の淡井圭介です。本日2023年11月の、12日、朝の9時、琵琶湖からの日本海に向かっての地下水流トンネル発電なんですが、まあ、最初は2m×2m の、地下水流トンネル発電を考えていたんですが、2つ、作ることを、提案します。 20cm×20cm と 1m×1m、まあ、これは季節に応じて、必要な電力量が変わってくると。で、琵琶湖の水をどのようにうまく活用するかということになってきますので、まあ、特に夏場や冬場、多くの発電量が必要になってくると。で、じゃあ春とか秋は、どれぐらいなんだと、まあ、そういうふうなところで、もしかしたら春とか秋はその 20cm×20cm のものを常時、まあ、使用しているような状態で、まあ、火力発電所の、まあ、関西や、まあ、中国地方まで、賄えるんじゃないかなと思っています。その四国のエリアまでその電力がその通電できるのかどうか、その多くの電力を。で、一応四国では原発があるのと、その辺のところで、ね、各エリアによって、その夜は原発があるから、その電力があるから大丈夫だと、まあ、そういうふうな形だとは思うんですけども、日本海に地下水流トンネル発電を掘るっていうことは、まあ、10年ぐらい、まあ、かかると。急にはできないと、まあ、25キロほど掘らなきゃならないですから。あと、まあ、琵琶湖の底をちょっとだけですけども、まあ、加工するかもしれない。まあ、そういう部分も含めて、まあ、水圧はできるだけかけたいですから、水の量は中国の三峡ダムよりもやっぱりありそうですね。三峡ダムはその上空から横から映した映像じゃなくて、上空から映したところを見たら、明らかに琵琶湖の方が、水量圧倒的にありますね。で、それを、まあ、20cm×20cm だとか、1m×1m、まあ、やや傾斜がついて、まあ、25キロの先までっていうことになってくるんですけども、まあ、その辺のところで、まあ、大きな、タービンを回せるんじゃないかなと。まあ、こういうふうな、形になってきます。で、水を流し始めてからそのギア比を最大値まで持っていくのに多分数時間かかると思うんですね。で、まあ、その辺のところで、まあ、20cm×20cm と 1m×1m で、その20cm×20cm のところで、その一つの回転扉で何万キロワット発電できるのかと、1秒間で、それなんですよね。そこが数字がしっかりと定まってきたら見通しがつけれるんですけども、全体的な、まあ、電気自動車もそれまでに普及してるでしょうし、できるだけ皆さんにはその夜に、充電していただくと。例えば、まあ、仕事終わって家帰ってきてから、まあ、夜の8時ぐらいだとか、それぐらいから、庭があって、その普通のコンセントとかでね、充電できる方はできるだけそういうふうな形で一晩通して充電。充電時間が10時間ぐらいはあるじゃないですか。さすがにそれだけあったら普通のコンセントでも結構充電できると思うんですよ。で、まあ、これはできる人とできない人がこう、いろいろ分かれてくるかと思うんですけども、まあ、夜の方が基本的に電気料金が安いっていう部分と、もともと最初はそういう風な CM とかを流してたと思うんですよね。で、まあ、急速充電、抹茶でも方式だとか、そういったものが必要になったのは、やっぱり高速道路とかを利用したときに、高速道路で、急速充電ができなかったら渋滞が発生すると。まあ、ただ普通に考えたら、そんなにこう、長い距離を車で移動することってまずないと思いますよ。普通に考えると。
あんまり距離長かったら新幹線とか使用されるでしょう、普通。高速料金も結構な値段かかりますから、それだったら新幹線で行った方が得かなっていう感覚になると思うんですね。で、まあその1メートル ×1 メートルと20センチ ×20 センチ、その、もしかしたら両方使用するかもしれないし、時間帯によっては。その辺のところで、どちらか一つを稼働しながら、どちらか一つを、この時間帯は、使用しないだとか。まあそれは太陽光パネルの普及関係と、その、発電量によって、その日の。まあそのあたりで、異なってくると。まあこういうような形になるんですよ。だから2問用意しといた方が、使い勝手がいいだろうなと。まあそういうふうな形で20センチ ×20 センチと1メートル ×1 メートルで提案してると。まあこういうことなんですね。最初の2メートル ×2 メートルではなくて。まあいざとなったら両方使用したらいいでしょうし、それでかなりの発電量は生み出せると思うんですね。まあ。10メートル間隔で仮に置いたとしたら、100メートルで、10基、1000メートルで、100基。ということは、まあ、20キロで、2000基。まあ、2000、数百機並べるような形になってくるかと思うんです。そしたら2000数百機でしょう。で、一つのタービンコイルで、そのギア比でね、これギア比で本当にどこまで持っていけるかが勝負になってくると思うんです。で、その20センチかける20センチにこだわるのは、水圧のものすごいパワーさえあれば、ギア比上げていってあげれば、時間はかかっても、大量の電気が発電できると。だから大きなコイルを設置できると。タービンを。定性タービンです。まあ、コイルもそれに合わせたものを設置する形になるんでしょうけども。で、それプラスね、持続されて、常時発電してるっていうことは、そのタービンのところが、高温になると非常に、まあ、密閉してますから、タービンとコイルのところは。だからそこの上に、まあ、金属の水槽を設置して、沸騰させて、さらにその、熱で発電すると、冷却水みたいな役割を果たしながらの発電ですね。だからそういったこともプラスアルファしていくと、まあ、仮にその20センチ ×20 センチで、そのギア比によって、その一つのね、その回転扉で1万キロワット1秒間で発電できたとしたら、まあ、20センチかける20センチのところですから、だから10メートルの間隔ではなくて、もっと短い距離になってくるかと思うんですね。ただ、そのコイルとタービンの大きさによってくると思うんですよ。それを真横に横付けにするのか、それともちょっと横プラス縦。例えば横に、タービンを置いて、その奥に、コイルを置くと。まあそういうふうな形になるかもしれませんし。少ない水の量でどれだけ効率よく発電できるかっていうことになってくると思うんです。で、じゃあ20センチかける20センチでも1秒間に5000万キロワット以上発電できてもおかしくないんですよ。10メートルの間隔に数機置けますから、1機で1万キロワットまで発電できたとしたらですよ。で、その水圧のパワーを考えると、そこまで回転数が上がっていてもおかしくないんですよね。三峡ダムの放水してる映像を見てもらったらわかると思うんですけども、まあ、大量の水っていうこともあるんですけども、ものすごいパワーがあるじゃないですか。そのパワーを、結局20センチ、かける20センチのところに水圧を全部、かけるような形になってきますから、とてつもないパワーが発生すると。で、まあ、荷重ですね。まあ、水圧が回せるんじゃないかと。まあ、そういうような形での、考え方になるんです。で、まあ、それプラス傾斜がある程度はつくはずです。一応、琵琶湖自体の底が、標高40メートルぐらいですので、まあ、満水時が、85メートル。海抜から。だから、
大阪への水の供給のことも考えてということになるんですが、それはね、僕の、河川水門開閉式ダム発電を途中で設置することによって、そこは貯水槽にもなってくるので、合流河川があるんですよ、結局。琵琶湖から京都府へ向けて設置してあるその宇治川の上流にあるダムですね、そちらの方までにその合流河川があるので、ある程度まとまった雨が降ったらそこから流れ込んでる水とかでもある程度その貯水はできますので、そこまで常時そこに向かってで流している必要があるのかどうかっていうところで、途中で間で貯水槽を作ることによって、地図で、一度、紹介したと思いますけども、琵琶湖のその出先のところから、京都の宇治川までそのダムの横を通って水道の、パイプラインがあると、そこに水がしっかりと供給できれば問題ないはずなんですよ。で、そこの宇治川の上流のダムに関しては、昔大雨で、大雨の時に放水したりしてしまってるんですね。だからある程度その水抜きとかの状況を考えると、それぐらいで十分なんじゃないかなと。で、もしかしたらその水道のそのパイプライン、直接琵琶湖からつなげるような形、3キロぐらい延長するような形ですかね。だからそういうふうな形で行ったらいいんじゃないかなというのもあります。だからその辺のところ、河川の底とかをコンクリートかある程度したりすることによって状況変わってくると。だから途中で合間に河川水門開閉式ダム発電を置いて、その上流のところ、琵琶湖の方の石門を閉めておきますよね。そしたら一旦水は排出すればそれなりにはなくなりますよね。じゃあ河川の底の土砂をかき出したりだとか、いろんなことができると。だから大雨の時とかを利用してどれだけうまく貯水できるかっていうところも、その琵琶湖の地下水流トンネル発電をどれだけ上手に使用できるかっていうポイントになってくるかと思うんです。案外その20センチかける20センチが主になってくるんじゃないかと、春と秋は。で、あとは原発次第ですよね。夜間その発電を止めるのかどうかだとか、1メートルかける1メートルの方を使用するのかだとか、20センチかける20センチの方をもしかしたら年から年中もうずっと稼働させている状態で、夏と冬を、時間帯によって1メートルかける1メートルを使用すると、そこまでできたら発電量によって、理想なんですよね。そうすることによって関西の原発がなくても大丈夫ですよと、そういうふうな形になってくると。で、関西の原発の電気を関東に流し込むような形も考えれるんですよね。だから それがもしできたらどうなるかって言ったら、耐用年数によって原発を終了させていって、で関東の方の河川でその河川水門開閉式ダム発電とかがどういうふうな形で使用できるのかっていうのが見えてくる。その太陽光パネルとの併用で原発にある一定の電力はあるのであれば、それプラス太陽光パネルや風力発電や地熱発電、バイオマス発電、それに、プラスアルファするような形で、夕方や、朝方に、河川水門開閉式ダム発電の地下水流トンネル発電を稼働させると。だからそれぐらいだったら絶対できるでしょうから、晴れの日でも。年のうち300日ぐらいは雨の日じゃ、300日以上はもうほぼ雨の日じゃないじゃないですか、曇りか晴れてるかで。だから、そういう形によってしっかりと、電力は供給できるんじゃないかなと僕は考えています。いろいろ河川水門開閉式ダム発電とか設置して、その河川の底とかの、コンクリートとか、そういったことをしっかりと、することによってどう変わっていくのか、各河川が。向こう側だとか、河口側とかで、はっきりとよくわかる
と思いますね。まあ、しなきゃならないことは同じですからね。日本中すべての河川、僕一人で見て回るのは無理ですから、まあ、過去側とか向こう側を参考にしてもらって、まあ、作っていただくという形になりますね。で、また見つけれたら、とある映像を紹介したいなと思うんですけども、YouTube で、とある動画を見つけましたので、まあ、その、もし川に門を作って水をせき止めたとしたときに、ある程度の水が流れてきたら、何分ぐらいで満水になるのか、その、まあ、例えば川の深さはこれぐらいだったとするじゃないですか。で、これぐらいのね、水が流れてきたと。じゃあ、もう5分ぐらいで奥の方まで、満水になるような映像とかあるんですね。で、まあもちろん奥行きがどれぐらいあるかとか、そのなだらかかどうかっていうところが、ポイントにはなってくるかと思うんですけども、それによって貯水量は全然変わってきますので。ただ、まあ見た目で、なぜ琵琶湖はあんなにも水が安定してたくさんあるのかっていうところが、それでよくわかると思うんですよ。確かね、100以上の河川の水が流れ込んできているのが琵琶湖なんですよね。その本流となる河川に、まあ、いろんな河川が結局合流するような形になって、まあ、まとまった雨だとか大雨の時とかにいっぱい水が流れ込んできて、それが、何時間もしくは、何十時間と継続して水が流れ込んでくるか、一回雨降ったらある程度、普通の晴れの日よりも、雨が一回降った後の日の晴れの方が、やっぱり山の中は水が出てきてるので、ある程度水量は上がってるんですよ。だから、まあ何十時間も、その水がずっと流れ込んでいくことによって、まあかなりの水量があると。まあこういうふうな形ですね。だから20センチ ×20 センチで、回転扉一つで1万キロワット発電、その常時、水をずっと、流し込んで、そのギア比を上げていくことによって、もしこれが実現できたら、それは大きいですね。だから、3000万キロワットを多分超えますね。っていうことは、火力発電も原発も関西エリア、いらないっていう形になってくると思いますよ。あとは自然再生可能エネルギーと1メートル ×1 メートルの方を夏場冬場で、まあちょっと、昼間とか、もしくは、朝方と夕方は、使用するような形で、まあ済むと。四国は四国で今年の場合はだいぶダムの水が、底をつきかけていたりだとか、まあ、河川が、まあ、四万十川が、干上がっていたりだとか、まあ、そういうふうな映像は見てますね。今年は全体的に日本は、特に関西から九州に、まあ、関西とこれね、やっぱりこう物事見たらセリーグ、まあ、1位、2位が阪神、広島だったじゃないですか。で、降雨量とね、なんとなくこう、リンクしてくる部分あるじゃないですか。だからその辺のところでね、まあ、エルニーニョ現象とか呼ばれてますけども、その地球全体で、世界全体で見ると、日本で全体的に降雨量が少なかったら、他国では、大雨がっていうような形の内容のものも、最近のニュースでありましたし、まあ、ちょっと iPad を撮ってみますね。それはちょっと記録してなかったみたいですね。まあまあ、ちょっと今探すことができなかったんですけども、
そういうことも含めて、今年の雨量でも十二分に琵琶湖のその20センチかける20センチぐらいだったら、常時使えそうだなっていうような、感覚はありましたんで、あとは通常河川とかの、発電とかもありますから、結構なんとかなりそうな気はするんですね。ブラジルとかカナダみたいに、全電力の、太陽光パネルとか地熱発電とかバイオマス発電とか、風力発電とは別に、水力で60%以上、河川水門開閉式ダム発電とか地下水流トンネル発電で、電力を生み出すと多分できると思いますね。仮にその20センチかける20センチで、その1機あたり、回転扉1つあたりで1万キロ1秒間に発電できなかったとしても、かなりの発電はできるとは思いますね。三峡ダムの放水の威力を20センチかける20センチのところに押し込むような感覚ですね。だから相当なパワーがあるでしょうから、高いギア比を結構平気で回転させると思うんですね。だから、もしかしたらもっとすごい数字になるかもしれないですね。それは京都の出先のところの、そのパイプラインの出先の、宇治川のところの、ここに、最初は125万キロワットか135万キロワットの、発電機を置いてみてっていう話をしてると思うんですけども、それがどれぐらいまで回せるのかのところで、一つの実証実験になるんじゃないかなと思うんですよ。最大でどれぐらいまで、回せるのか。琵琶湖とは水圧が全然変わってきますけども、けど、それでも結構な発電ができるんじゃないかなと思うんですよ。その限界値をね、だいぶ高くしてなかったら、まだ上げれそうのところで、その、融解温度の近くの回転数のところで、その、レッドゾーンとなりますから、だから、その少し手前で、発電機を最初から大きくしてなかったら、限界値がいくらなのかは分からないっていうことになるんですよね。だからその辺のところで、135はちょっと大きすぎるよっていう意見ももちろんあると思いますよ。で、それは向こう側の方の、千狩ダムからのパイプラインの出先のところが、鯰瀬川じゃなかったかな。どこだったかな。もちろん琵琶湖とは水量は全然変わってきて、状況はだいぶ違うんですけども、このパイプラインですね、ちょっと見えにくいと思うんです。これが千狩ダムなんですね。で、この辺りに、パイプラインがこうあって、で、これがね、宝塚市の青葉台。青葉台は西宮市の北部にもあって、ちょっとややこしいんですけど、宝塚市の方の青葉台、この辺りのところに出てきてるんですね。で、こういうパイプラインの出先が河川になってる仕組みですね。だからここを一回見に行って、もしね、ここで、仮実験として、30万キロワットを仮に置いてみて、それでどうなるか。仮にそれで1万キロワットぐらいしか発電できなかったら、これを、その30万キロワットのものを、京都のその宇治川のそのパイプラインの出先のところに置いて、これぐらいの水の量だったら、30万キロワットぐらいでいいだろうなとか、そういうような形でもいいでしょうし、だから、こういうようなパイプラインの出先のところですね、そこもどううまく活用するかですね。ちょっと月曜日から先で晴れた日に、
まあ、ちょっと向こう側の撮影、あの晴れた日のその後部だ、あ、後部橋の下の、あの水が抜けてるところの映像と、あとここのパイプラインのところ、まあ、どういう、どれぐらい水が出てきてるかっていうところをちょっと撮影に行きたいなと思ってますので、まあ、月曜日、から先の日で、どっか晴れてる日、まあ、今はね、雨が降りそうな日は雨降ってほしいんですよ、ね。で、まあ、ある程度水なかったらね、冬場は冬場で、ある程度晴れてもらわなかったら困りますから、だからその辺のところで、まあ、うまく物事が進めたらなと思います。あと、まあ、結局、大川瀬ダムっていうダムが、一応こう三田市でしたね、三田市にあるんですが、ここのパイプラインなんかはここの水が、ね、三木市の方に、続いてるんですね。で、緑ヶ丘っていうところがあるんですけども、そこの、駅の近くの、貯水槽のところに、まあ、続いていたと。だと思われるんですね。ちょっとその辺のところは、この点線を見る限りでは、この間ちょっと確認したんで、今、どこに線があったか見えにくくなっていて、ちょっと待ってください。間違えたかもしれないですね。今のところに、ああ、そうそう、線がこう、ちょっと途中で2つの方向に分けて、点線が、パイプラインがあって、ちょっとね、その辺のところもいろいろな河川撮影しながら最終的にはっきりするような形ですね。小野市の方だったかもしれないですね、訂正しておきます。小野市のニュータウンの方まではあるんですよ。で、そこからもう一つこっちが、まあ小野市へのパイプラインなんですけども、ここから南の方にもパイプラインがあって、ちょっとその辺りがね、まあ、どうなってるのかのところで、まあ、ちょっと分かりづらい部分もあるんですが、まあ、いろいろとやっぱり現場見に行って調査しなければ、まあ、分かりにくいことが多々あって、まあ来週あたり、調査しに行こうと思います。まあ、今回は琵琶湖の地下水流トンネル発電に関して20cm×20cm と 1m×1m ですね、その2つをうまく併用させていくというような形ですね。まあ、それぐらいが水の量に対してちょうどいいんじゃないかなと思っています。以上です。皆さん、チャンネル登録と着信通知の設定と、あと身の回りの方に、私の動画を、進めていただけたらなと思います。着信通知の設定なんですけども、もし分からなかったら身の回りの方に聞いていただいたり、販売店の方に、聞きに行っていただけたらなと思います。あと、まあ、説明欄のところも見ていただけたら、まあ、ご利用していただけたら、まあ、ちょっとした活動資金にはなりますので、まあ、皆さんご協力していただけたらなと思います。以上です。